フィッシャーズ渋谷です。なので、お得。少しだけ大人になろうと背伸びしましょう。リムジンでちょっと一夜楽しみましょう。うぜえ、うぜえ、うぜえ、どさんこうぜえ、入ってった。はい、うわ、謙虚だな。あー、どうも。うざ、あと歩き方下手。おー、乗ってった。あ、そこかい。決める場所そこかい。うわ、でけえ。なんだこれ。楽しんでいきましょう。車内こんな感じです。風船、ハート、かわいい夢かわー。あー、動いた、動いた。外こんな感じ。これからね、ちょくちょくいろんなとこ移動しつつ、おすすめコースで回ってくれるみたいだから、景色結構綺麗なとことか。日本からカンボジア行って。カンボジアは無理。お前リムジンでカンボジアどう行くんだ。はい、これドンピリでございます。お酒が一杯、好きなだけ飲んでください。うわーい、ね、無理はしない程度に。この辺パリピじゃないよね。おい、誰だマフィアのボス呼んだの。誰か呼んだろ。お前だよ。お前だよ。横にトラさんいいんだけど。イタリアと葛飾のコラボだ。いや、いや。あの、石の皆様降りましょう。はーい。かー、綺麗だな。よく考えてみてよ。はい、男子だけだよ。やばい、デートスポットやね。これ運転手、ちなみに男の子6人ぐらいで来た方って今までいます？男の子6人はなかなかいない。あー、いまだお酒も入ってないのにイルミネーションを見てる。あー、なんか遠回しに気持ち悪いって言われてるよね。シラフでどこまでやるんだっていう。一緒一緒にいてくれ。ミキドーさん一番面白いのがさ、ちょっとおしゃれめなとこに俺らが来ると会話が減るの、おもろいよね。何喋ったらいいか分かんなかった。せーの、あ、どうも、こんにちは。どうもどうも、こんにちは。ありがとうございます。昔見てました。昔かい。おい、良いお年を。良いお年を。インスタグラム今日撮った方がいいよ。インスタ映え、インスタ映え、インスタ映えだよ、これ。インスタ映えやっといた方がいい、今日。よいしょ。今日あれですよ、あの、流行の邪魔くさいな。今年1年、本当にお疲れ様でした。乾杯。ちょっと待って、めっちゃ楽しいね。飲んじゃうわ。お前ウーロン茶。ダーマだ。ダーマ、おもむろにグラスを取り出し、ダーマおもむろに取り出し、普通に狂気だな。次はどこに向かうのやら、ね、強いな、リムジン。語彙力ないかよ。風船光ってんなんだけど。開いて。シルクから始まる。山の宣言。動物の名前、サル、シカ、はいはい、人参、あれ、お前人参を動物だと思ってるのか。シルクから始まる、ほうれん草ゲーム。ほうれん草間違ってる、ごめん。太郎がまず相談してくれ。シルクから始まる、山の宣言。魚の名前、おっしゃ、せーの、ホウボウ、はいはい、サンマ、タラ、はいはい、タイ、はいはい、ブーリ、はいはい、デメキン、はいはい、マーブローゼ、イクラ、イクラはまだまだまだ。じゃあいきますよ。よいしょ。さあ、皆さん出ましたね。まだ俺が出てね。はい、さよならマサイ君。閉められたんだけど。なんじゃ俺、早く出んかい。はい、はい、はい、出ました。ワンナイトカーニバルやめ。せーの、わー、はい、記念撮影も終わったところで、もう一度入りましょう。はい、レッドカーペットより赤いやつ俺は。これね、あのマサイの横の扉あるやん、これあの開くから開いて、はい、あのリムジンってどこにしまわれるんですか。バカ野郎。普通に聞いたのに。俺をこの席にしたのを恨んだ方がいい。空き瓶置く場所あんの。空き瓶置く場所どこだろう。まあ、いや、この辺置いてくる。こういう時こそ使うべきだろ。空き瓶置く場所わかんないんだから。鼻の穴光るを。今停車してるから。あ、
鼻の穴ひかるおです。よろしくお願いします。これが正しい。ちょ、ケーキ食べよう。ケーキあるから。かわーうわ、危ない。あ、ケーキ今作ったわけだ。今一番弱いから俺。すげえ封鎖されてねえじゃん。織田裕二いねえだろ。カズマさんは言葉にできねえ。言葉にできねえ。それ織田裕二が言うな。全部混ぜんな。言葉にできないとバカじゃねえ。キメラカズマさんだよ。いただきます。美味しいとこ行っちゃっていいですか。美味しい。まあ、食ってねえよ。でかっ。あぁ風船が割れました。待って、うまいのか分かんなかったよ。OK、ちょっと一瞬だけ。何をしてますかね。豪快だな。おー、いった。うん、これいいよ、みんな食べな。うん、これ食べたい。これいいよ、みんな食べなって言ってさ。ベンでしょべ1タイム、ベンでしょべ2タイム、ベンベンベン。あ、待って、足取った。行って。さっきまで外の景色見てたらさ、みんなの熱気強すぎて曇ってるもん。曇ったわ、今。盛り上がってるかー。ないよ。トランクのみんなも。トランクのみんなかも。リタイアの可能性が。いや。え？観覧車かな？あれは。あれは。観覧車。パンダじゃん。観覧車と観覧車で観覧車だよ。違う違う。頭が悪い。はい。よいしょ。よいしょ。いやー、白のリムジンやっぱかっこいいな。目覚ましライブもだってここだから。おお、お台場だから。それも今年の話だからね。せーの、あれー、せーの、あれ、インスタ映え。あはえだ。 F なんたらなんたら。頭いった。俺たち BFF だもんな。BFF。 あとその感じでやられると映ってない俺かわいそう。ごめん。すげえ伸べると思うわ。アサヒビールいただきます。このドンペリうめえぞ。そのドンペリが何を感じる。ボスの感情。何を言ってんだこれ。ちょうど折り返し地点ぐらいだからね。うちで一番お酒弱いからね。本当に弱いね。俺より弱いと思う。お、次のスポットらしいです。はい、撮影しよう。飛べるんだ俺は。飛べるのか。いや、もうもう、いや、もう飛んでるよ。いや、めっちゃ綺麗だな。あははは、え、出た、その伸び方。よし、じゃあちょっと行っちゃうぜ。あーす、行くよ。はい、どうも。いや、もうペケタンボロボロじゃん。ダメだ。あ、ダメだ。行こう一緒に。はい、いいよいいよ。ダメか。俺酒飲むことしかできないと思う。いや、俺の酒取んなよ。あいつらのエンディング感すごいな。酔っ払いっていうのは時に荷物になるんだ。いや、大丈夫、お前にお荷物じゃないよ。本当か。うん、大丈夫。ありがてえこと言ってくれるじゃねえか。よし、飛行機乗ろう。飛行機じゃない。だけこれ、テムシンだ。テムシンじゃねえ、リムシンだよ。お、かっこいいね、でもね。あ、なんか、様になってるわ。ドンペリはグイッとじゃねえだろ。おー、すげえ。リア充な撮影スポットに参りました。リア充だ。リア充だ。風船ちゃんと寄せてあげるの優しい。俺らがみんなと一緒に行って、それがリア充なの。お客様、ロレツの方が。あげる。これ何。ピングじゃねえ。わかった。いや、ピング。あ、触ったの。あ、ピングどこ行った。触っちゃダメなの。ピング。あ、ピング。ピングどこ行くの。これが俺で、うん、これお前だな。で、その後にいるのが俺で、で、ちょっと回るとまた俺がいる。名物。じゃあ出発せんの。はい。はい。怖い、何？睡眠ガスだ。ほっときゃ寝るよ俺ら。多分もうそろそろこれ終わりだよね。
そうだね。男で見に行く夜景も悪い。ありだね。いや、いいよ。終電なくなっちゃったね。しばきます。最寄り同じだろうが。あ、冷たい。冷たくねえ。東京の人みたい。これだから東京もんは。おめえもだ。何や、自分だけ温まろうとしてるんだ。なんか荷物あったら見て。忘れ物。一緒もないようにね。ということでですね、はい、今回ちょっとリムジンでひとときを過ごさせていただきましたけど、2018年もね、いろんな初めてが多分あると思いますけど、はい、これからもね、いろいろと頑張っていきましょう。はい、これ2017年の最後の動画なんで。マジっすか。じゃあ次新しいエンディングとオープニングが始まる。そう、始まるか。マジか。ということで2017年、せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にも Twitter、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。